魔物のラジオ。みなさん、今日もお昼の時間やってまいりました。給食食べてますか？パーソナリティのももです。こんにちは。今日は揚げパンなのでテンション上げ上げです。パーソナリティのナナです。ナナ、揚げパンと揚げ揚げかけたの？あー、言ってちょっと後悔してるからやめて。あー、揚げパンについてこれ以上突っ込むとナナが穴掘って埋まりそうなので、この辺で。この番組はお昼の校内放送ラジオです。皆さんのお昼休みをもっと楽しく過ごせるように楽しいラジオをしちゃうよ。では早速行ってまいりましょう。改めまして、こんにちは、ももです。ナナです。よろしくお願いします。それではここから募集テーマのお便りをご紹介。募集テーマはじゃーん、あなたの悩み解決しちゃうぞ。わーわー。では早速、ナナちゃん、ももちゃん、こんにちは。最近自炊をしているのですが、料理の腕がなかなか上達しません。美味しく作るにはどうしたらいいでしょうか？またお二人の得意な料理は何ですか？何かけご飯ですか？こちらはハンドルネーム、え、パパ？パパ？そういえば単身赴任中だよね。いくら私たちが心配だからって校内放送ラジオにお便りってただの変態さんっぽいです。しょうがないよ、パパあまりにも電話しすぎてママに怒られてたもん。とりあえずパパのお悩みを解決しなきゃ。っていうか、何かけご飯ってひどい。もっとお料理できるもん。そうだよね、私は卵かけご飯が得意だよ。私は納豆ご飯。あれあれ、わかった、パパに究極の料理を教えます。おぉ、冷ややっこです。で、出た、豆腐切ってネギ乗っけただけのやつ。お悩み解決ですね。そうですね。じゃあ次のお悩み。ももさん、ナナさん、どもども、早速ですが、私の悩みは面白い一発ギャグがないことです。なので、お二人に明日から使える面白い一発ギャグを教えていただきたいです。ハンドルネーム、どもども112さんからいただきました。へい、ハンライス大盛り。こんにゃくの真似、くねくねくね。え、ラジオなので姿が見せられないのが残念です。次のコーナー行ってみましょう。募集テーマともに、寒い日に食べたくなるものです。それではお便りご紹介。ももちゃん、ななちゃん、こんにちは。私は寒い時、無性にアイスクリームが食べたくなります。もちろん温かいものも食べたくなるのですが、エアコンでポカポカになった部屋の中で食べるアイスクリームは別格です。夏はフルーツ系のシャーベットなどが食べたくなりますが、冬はバニラやチョコといったとにかく甘いアイスクリームが食べたくなってしまうのです。お二人はそんな風に感じたことありませんか？もし試したことがなければ、ぜひ一度寒い日に暖かいお部屋で食べてみてください。ハンドルネームキャラメルさんからでした。寒い日のアイスか。おこたで食べるのもいいよね。バニラアイス食べたくなってきちゃった。寒いのに部屋あったかくして冷たいものを食べるっていう、あの最高の矛盾がたまらないよね。今日学校帰りにアイス買ってこう。ね、ね、ババアか、先生に聞こえちゃう。今
です。書いてない書いてない。うん、じゃあ次のお便り行きましょう。じゃん、普通のお便りコーナー。ある日山で遭難しました。しばらく歩いていると野生の子供のクマさんに会いました。さてどうする？1、食べ物を渡して逃げる。2、もふもふしに行く。3、家に連れて帰る。4、俺の嫁、くへへ。5、ガオー。どれにしますか？ハンドルネームキサラギさんからです。2、もふもふしに行く。5のガオーかな。え、それって戦うの？違う、威嚇して逃げるってこと。うん、じゃあちょっとやってみようか。ガー、クマだぞー、柔軟剤ぶちまけんぞー。ガオー。へい、捕まえたぞー。ちょっ、ももやめて、下手すぎるな。ももではないです、クマです。ポンポンポン、しばらくお待ちください。放送事故がありましたが、桃ななラジオいかがだったでしょうか？ふぃー、叩かれた。こら、もも、最後だよ。あ、そうだった。皆さん、楽しい時間が過ごせましたか？ではでは、明日のお昼もこの時間にお会いしましょうね。お昼のパーソナリティはママとナナです。